ビフォーアフターだけの何かしらの参考になれば。出入りも楽だし楽しめる空間になったと思います。こんにちは、金井良一です。今回はですね、以前に YouTube でお送りしたやつのビフォーアフターをお送りしたいと思っております。一応ですね、作業シーンはなく、からビフォーアフターだけの、編集になります。今まで YouTube でお送りした中から抜粋して、個人的のみのちょっと庭を直したいかなと。こんな場所にこんなものがこうなるんだと、何かしらの参考になればヒントになればいいということで、一応お送りしたいと思っております。じゃあどうぞ。大東どうぞ。お送りいたします。はい、どうぞ。今回はちょっと手入れがしやすい空間にしてもらいたいと。この花壇の形は生かして、ちょっと模様替え、植物の面積も減らして手入れしやすい。やっぱり植物があればそんだけ手入れがかかるんで、維持していくのにはですね、こういうもアイビーとか、こういうハイベラシンとかいうものは、残すものはちょっと残していこうかなと。よろしくお願いします。今度植物を半減、半分ぐらいの面積、まあ大きな香木だけ、香木になるやつは一応このコニファーだけ一本残して、バックがこういう緑の生垣がありますから、そんなに手前の方に大きな木を植える必要ないかなという感じです。ただ玄関前だけはやはりこういう季節ごとのお花を楽しめるというコーナーにしてます。まあ雑草が生えてもこの枠内で取れば大体済んでしまいますから、面積で植物をこう植えて綺麗にしていくというよりも、部分的にこうアクセントで植物をこう目隠りしたのは全然効果的なので、手入れも非常に楽ですし、またお花を植えるって楽しむことにも非常に効果的っていうか、こういう感じで楽しめる空間になったと思います。
一般的な家庭にある多肢水仙を今度はちょっとオリジナル多肢水仙に変えるという仕事です。今ちょっと庭の雰囲気が今レンガで縁石とか全部やってあるので庭にあったような感じでオリジナルでレンガで立ち上げて今現状は低いんですけどそれを高くして使いやすい形にしようかなと思ってます。はい、ホームセンターで購入できるベルギーレンガという、まあ、ちっちゃめの形のでお値段も一番安いという形の素材で使っていきます。皆さんモルタルさえあれば、まあ、できると思います。はい、立ち水線の周りにレンガの色合いがこう出ると随分雰囲気も良くなりますから植物と結構合うんじゃないかなと思っています。できました。はい、お客様自体が非常にお花が好きでこういうようなガーデニングをやってらっしゃる方ですから、まあ、蛇口をいつもホースがつながるから、まあ、こういう感じが一番いいのかなと思いますけど、ちょっと同じ部屋でも変化をつけて同じレンガで顔が変わってくるんですね。でこのレンガはもう同じ色っていうよりはこうミックスしたものはこのレンガは結構そういうブラウン、赤というような3色、ね、今まで立ち水線って何か隅の方にあって隠しちゃうような感じにありましたけどもこういう立ち水線すればここで演出できるんで、まあ、一つのオブジェとしてもこう引き立っていけるんじゃないかなと思っています。お客様の要望で庭をもうちょっと利用したいという形で一応今回は、デッキであとパーゴラもうちょっと設けたいなと思っております。で日当たりも結構ここがいいんでちょっと都外空間としてはもったいないんでやっぱり我々としたら外を出てデッキの上でコミュニケーションというか結構取っていけるという形の、まあ、スペースなんで、これでやっと完成です。もうすぐから出てポーンっていけるんでかえって広くなったっていう感じで、まあ、パーゴラっていうのはもう建物とのひさしみたいな空間的に布をかけたり何々っていう形もできますしプランターをかけたり引っ掛けたりハンキングをやったり、まあ、そういうことが演出ができるんで空間的にこう抑えるということでも非常に効果的だし庭の隅とかこういう角なんかでパーゴラをやるときは放射は結構使う。で何図かすると四角くすると柱がとにかく真ん中こういうところに立っちゃうじゃないですか。だから三角っていうことは端々の柱で済んじゃうわけですよね。で空間がうまくそこ使えるという利点があるんで家の方に対して広がりを持つパーゴラの方がアクセントにもなるし、
今実際にはもう一台車が入るんで、だけどそれをそのまま今の既存の駐車場で同じようにコンクリート打っちゃったらもったいないかなと。だから車入れるのにも一応タイヤ幅だけ一応入れて、うちで全部コンクリートを打たなかったです。今度は表を道路側の方のスペースをちょっと整備しなきゃいけないんで。ここをもっと実用的なスペースにしたいと、自転車3台ありまして、駐輪場にしたいという、まあいろんな盗難とかそんな面があるんで、そういうことを防ぐようなものも。向こうもそうですけど、整備すれば広く感じる。まあ色合い的にもちょっと明るく、まあこういうポールを利用した形で自転車を保護するという形の役割を兼ねた。植物だけのお庭になってたからね、土地をフルに利用して、まあ、植物って どんなとこでも植えられるんで、まあ、そういう土地の活用のものはいいんじゃないかなと思います。岩のシランはちょっと花咲きなんかもいいんで、この部分の植物は取っておきたいなと。ここから先は取ってしまいたいと思っております。で、表面にちょっとこれ擁壁自体ちょっと洒落た柄があるんで、ここにちょっとプランターを置いてちょっとデザイン的に処理したいなと思っております。なんか雑草を取って一応地拾い、で奥の方は一応こういうプランターでトンと、だから全部グラウンドで植えるってことじゃなくてポットという形になりました。これであのグラウンドの方はちょっと明るくなると思うんですね。カーガチップを引いてかなという感じです。まあ、ちょっと見たらこうやって長年、まあ、育てられた植木があるんですけども、思ってたよりお客さんが言うには早く成長しすぎちゃってちょっと大変だということなんです。ですから今回あの全部撤去して、今度は手入れがしやすい、手のかかんない、それでいてちょっと植物を楽しみに行ける空間にしたいと思っております。
既存の樹木は撤去して、まあ、砂利とポット、あの鉢の組み合わせで構成的にこういう感じになって、まあ、砂利の下は全部、防草シートを敷いて、あの草が雑草が生えないように、今までのあれから言ったら全然感じが楽になるように、それでこれで今日は完成しました。お疲れ様でした。